ライオンズにエールを送ってくださった全てのファンの皆様へ、選手を代表して高橋光成投手よりご挨拶いたします。今年も熱い応援をしてくださったファンの皆様、1年間ありがとうございました。シーズンの試合が今日で最後となりましたが、私たちにはまだ戦いが残っています。必ず全員で勝利を勝ち取り、ベルーナドームに帰ってきます。ファンの皆さんと一丸となって共に戦いましょう。シリーズも強めよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして辻初彦監督よりファンの皆様へご挨拶いたします。一言お願い申し上げます。本日をもってレギュラーシーズン143試合、終了いたしました。本当に温かい声援ありがとうございます。2022年シーズンにあたりまして、我々の目標優勝、昨年最下位に落ちたチーム、今年どうやって戦えばいいのか、スローガン、チェンジアップ、チームが変わるために開幕を迎えました。今年もまた野球界に大きなコロナという敵が現れましたけれども、それで選手たちも感染が起きたり、また故障者出たり、開幕に並んで本当に万全な形で迎えることができませんでした。いや、しかし私が思うにはいつもライオンズは夏場に強い、夏に必ず巻き返してくれると信じて、とにかく夏になるまでは食らいついていこうと、優勝を争える位置にいてくれれば必ず選手たちはやってくれると、その気持ちだけで選手たちも頑張ってくれました。本当になかなか打てない言われながら、4番に座った山川が本当にチームを引き受けてくれ、引っ張ってくれ、また投手陣は本当に今年の大きな目標、投手陣の力で優勝するんだという気持ちを一つに、本当に投手陣は素晴らしい成績でここまで引っ張ってきてくれました。戦っています。どうか熱い声援よろしくお願いします。
例年最終節セレモニーで行っていたサインボールの投げ入れは残念ながら今年も感染防止のため行うことができませんが、すべてのファンの皆様に感謝の気持ちを伝えたいという思いから、これより監督、コーチ、選手がグラウンドを一周いたします。お客様は引き続きご自身の席以外の場所に立ち止まることのないようお願いいたします。
勝をもちまして2022年レギュラーシーズン最終戦することで終了とします。このチームの